さて今場所は主役です、貴景勝、綱取りのかかった場所。いやこの貴景勝の相撲というのが毎日毎日気になりますね。そうですね。ただ初日黒星、そして4日目黒星、昨日は勝ちました、3勝2敗です。前半戦はしかしこれほどまあ波があるとはちょっと予想できなかったですね。やっぱあのね、4日目でしたかね、膝テーピング巻いてきたのはですね、はい、そうですね、ちょっとその膝の状態が気にはなりますが、今日も巻いてます。左の膝、これは3日目正代戦で痛めたようです。そして今日の相手が御嶽海です。まあ、御嶽海としてもですね、元大関としての意地がありますからね、はい、この2人はかつて優勝を争ったこともありましたよね。そうですね、この取り組みが今日6日目結びで組まれました。25本の懸賞金がかけられています。御嶽海については今場所どう見てますか。今は勝ってる相撲はやっぱり、まあ、言ってもね、元大関ですしね、当然かなとは思うんですけど、はい、でもやっぱり負けてる相撲を見るとやっぱあの大関で、活躍してた頃の精細さはちょっと欠けますかね、はい、黒星が一つ先行しています御嶽海です。昨日は若隆景戦、差し違いで最後白星を挙げました。さあ貴景勝は兵庫県出身ですから、この大阪はご当所になります。ご当所でこの一つ上の番付を決めたいところです。ご覧のように貴景勝のやはり応援のタオルたくさん見えますね。そうですね、まあね、準ご当所、まあ、ご当所っていうのもありますし、はい、まあ、それ以上にね、やっぱりこの上の綱取りっていうことがありますから、うん、期待は大きいですよね、はい、さあ貴景勝関頑張れ、こんなコメントもあります。あるいはミータン頑張れと言っている方もいらっしゃるようです。御嶽海を応援しているファンの方もコメント欄に書き込みがあります。過去の対戦は互いに12勝ずつ、全く五分なんですね。そしてこの優勝の経験というのも、先場所貴景勝が勝って3度目を決めました。御嶽海も3回優勝してますからね。去年1月に3回目の優勝を決めて、この大阪で大関に昇進しました。あれから1年が経ちました。立場が変わりました。そして時間になりました。6日目結びの一番です。画面向かって右、綱取りがかかる場所、大関の貴景勝、3勝2敗で迎えます。左の膝にはテーピング、相手は好敵士の御嶽海。さあ立ち合いです。かかって踏み込んでいく貴景勝、引いた、落ちない、御嶽海もう一度引くか、捕まえに行く御嶽海、押してくる、引いた、押し出し、御嶽海の勝ち。貴景勝3敗目、綱取りに向けてこれは痛い3敗目を喫しました。場内はため息、エディオンアリーナ、ああ敗れて引き上げていきます、大関の貴景勝。いやー、
何とも言えないこの空気、御嶽海25本の懸賞を手にして引き上げていきます。豊ノ島さん、いかがでした？リプレイで振り返りますか？まあ、御嶽海がうまく取りましたよね。しっかり立ち合いの踏み込みどうですか？でもこの今場所見てて、はい、正代、玉鷲かな、押してた時って踏み込んだ後の右足の踏み込みがすごく良かったんですよね。貴景勝ですね。はい、2歩目が出てない感じがしますもんね。やっぱ膝の状態も、まあでもね、やっぱ出てる以上膝の状態どうこうはね、はい、理由にならないのでね。まあまあ、御嶽海はさすが、ね、元大関っていうか、御嶽海の良かった点はどんな点ですか？いや、本当下から下からあてがって無理に出すぎずね、はい、やっぱ貴景勝無理に出ていくと横へのいなし、はい、ああいうのありますんで、そういうのも警戒しつつしっかりこう下から下からあてがって押していったなっていう、はい、ああいう相撲を取られると、貴景勝側としては嫌でしょうね。まあ、御嶽海も落ち着いた相撲でした。3勝3敗としまして明日は明生、貴景勝は敗れて3勝3敗、明日錦木と対戦です。いやー、綱取りのかかる場所、貴景勝が6日目で3敗目、これは驚きです。